こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今回もアンチャーテッドエルドラドの秘宝やっていきましょう。前回ね、教会の地下室にいよいよ入っていくことができました。今回その先どうなっていくんでしょうか。それでは続ける、チャンネル登録よろしくお願いします。よっしゃ、黄泉の国か、行ってみよう。はい、それではじゃあ地下にね行きましょう。敵がいないかな。謎を解いたのは多分ネイトたちだけだからいないような気はするけど、まあいますよね。これどこに行くんだろうな。こっちかな。あっちか。普通にありましたね。はい、それでは進んでいきましょう。これは落ちたらまずい感じ。あ、伝っていく感じなのかな、もしかしたらこれって。でも落ちないかな。大丈夫か。いけましたね。はい、じゃあ伝って。あ、いけそういけそう。よし。うわ。うわ。はい。あ、いいですね。あ、向こう。はい、無事渡りきれました。なんか光りました。これ取りに行くの怖いな。はい、黄金の骸骨手に入れました。滝の裏側に入れましたね。上がれません。謎のジャンプをしました。やつが来た。おー、やっぱりいるんだ。どこから入ってきたんだろうな。あれはあのレーザービームみたいな、ちょっとあーやべえ、あれだな、プレッシャーがすごい来るな。あれもすごいな。どこだ。するけど姿が見えない。死んでもらって。どこから撃ってる。近。死んでもらう。あ、いた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 。なんかね、敵の装備もだんだん強くなってきてるのか。一発じゃやっぱ倒れなくなってますね。ヘッドショット決めてもなんかダメな場合が増えてきましたね。弾は結構ありますね。ん？さあどこかにスイッチがあるのかな。ダメですもんね。じゃあスイッチを探しましょう。あった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 、これだな。開きましたね。さあこれで地上に出るのかな。あ、いっぱいいますね。ここは教会堂、教会堂、教会ですね。教会だぐ仕方ねえな。やっぱヘッドショット一発でいかなくなってますよね。ああ、またいますね。このうわ、二人いる。二人もいるか。はい、もうちょっとね、なんだろうな、
待てよ、日記にあった金だ。日記？二つの金が完璧なハーモニーで鳴り響く。はい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 、わかりました。多分二つ同時に鳴らすんでしょう、これ。あっちもあるもんね。オッケー。そしたら撃てばいいのかな。普通に三角、これで撃って鳴らす。なるのか。あー、できたね。よし、よし、素晴らしい。だんだんこう推理力が上がってきてる気がするな。手がかりは全部ここにある。手に入っちゃうぞ坊主。一体どうやってあの像をここから運び出すつもりだよ。こっちでいいのかな。あいつらを通すな。あー、いますね。あー、くそ、またかよ。どこにでもいるんだな。ヘッドショット一発で。これは非常にまずい感じだ。気分大大将。やばい、ドクドク言ってる。大丈夫。やつがいたぞ。ライフルで。取りにやる。装備の軽い敵は多分今まで通りの硬さなんですね。やつはあそこだ。まだ来ていますね。あ、来た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 。よし、これでもういないかな。片付いたっぽいですね。はい、そしたらじゃあ進む場所。ここ違うね。進む場所がね、いまいちわかんない。あー、ここの上かな。ね、うわ、これはこれは難しそうな場所ですね。行ってみましょうか。よいしょ、ね。じゃあこっちね。はい、いいですね。今回なんかちゃんとネイトのジャンプにやる気がありますね。はい、いけました。何を言ってるのかわからんね。何余裕ぶっこいてんだよローマン。俺の部下がどんどん殺されてるんだ。そんなに多くの仲間がたった一人にやられるとは信じられんな。ネイト一人の仕業なわけねえだろ。いいか、この島は呪われてんだ。もういい。使えん部下と共に島を去れ。この野郎、俺を切るつもりならその前に分け前を払え。分け前というものは仕事をきちんとできたら受け取れるものだ。お前の仕事はドレイクを捕獲し邪魔者を排除することだ。ふざけんじゃねえローマン。いい加減にしやがれ。お客様がお帰りだ。覚えたらクソ。いつか痛い目に遭うからな。なぜ君はあんな迷信めいたバカを雇ったんだ。あなたが安い護衛をと。安く雇ったのなら致し方ないか。ナバロ君、君はどうなんだ。高い報酬の価値はあるのか。黄金はここです。間違いありません。サリバンが信用できる男なら。信じたのか。嘘をつけば容赦はしないと。宝が見つかれば用はないことは誰にでもわかる。本当のことを話すと思ったのか。まったく君というやつはビジネスとは常に先を読み動くものなのだよ。もう少し時間をください。
本当に君が言うほどこの宝には骨を折る価値があるんだろうね。間違いありません。エルドラドは想像を絶する価値があります。だといいがね。さあ行きましょう。仲間割れを起こしてましたね。はい、おぶねー、おい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 、あぶない今のは。時々ね、予想しない動きをしますからね。ここは敵のアジトのそばまでもうやってきてんのかな。なんか電気があるから。と仕掛けがありますね。この仕掛けを開けて、外ですね。外に、おお、間一髪。外に出たけど、じゃあ進めばいいのかな。こっちに行くしかないんで。これせっかく地下室行ったのにまた外出てきちゃっていいのかな。はい、ダメですね。はい、じゃあ反対側に行きましょう。これ今どこに向かってるのかがね、いまいちわかんなくなってますね。これは上がっていくのかな。立って、はい、こういう感じね。これでじゃあ向こうの扉を飛び越えて行けばいいか。うそ。はい。オッケー。じゃあ反対側で、あ、上に行けますね。すごい。はい、これでじゃあ建物に侵入ですね。これはこれ降りたら多分ダメだよね。このまま、え、どこ行けばいいんだ。降りるしかないの。これ降りて大丈夫。なんかね、向こう側、あ、大丈夫なんだ。え、この高さ行けるんだ。すっげえ撃たれた。ちょっと待ってよ。おい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 、撃ってくんのなしよ、なしよ、なしよ。うわ、いっぱいいるな。完璧。まずいね。はい、回復した。うわ、すごい敵が多い。いっぱいいますね。どこだ。進むべき場所こっちしかないからね。こっちだよね。ああ、いるけど、はい、やりましたね。こっちはネイト、聞こえるか。ああ、サリー、何も手がかりが見つからない。美人ちゃんとここで読書をしてみたんだが、どうやら教会の上の方に秘密の通路があるらしい。行けるか。多分な、行くよ。よし、何か見っけたら連絡してくれ。秘密の抜け道があるんですね、教会の上。行きましょう。もうね、こんな戦わないで話し合いで宝物分け合えばいいのに。あ、光ってますね。はい、カラスの器。はい、じゃあ飛んでみましょう。ああ、行けた。行けましたね。はい、じゃあ行きましょう。おお、でこ
おー、危ない。あー、はい行けましたね。あれでもこっちってさっき来たところだよね。あれ違うの？あ、違う場所なのかな。あー、ここなんだ。行けるかな。行ってみましょうか。よいしょ。あー、行けた行けた。オッケー。で、この鶴に行きましたね。あー、上の窓から入るんだ。はい、やった、いけましたね。で、これがあるってことは敵がいましたね。もう2人ぐらいだったら。姿を見たぞ。よし。これでもういないのかな。もういなさそうですね。はい、古代ローマの、はい、手に入れましたね。あれのことだな。これは一緒のマークってことか。あ、ハートに何かをするってこと。鍵、鍵を、よし、じゃあで、で、壁に行け。よし、行ったね。柱の方だったか。あー、崩れてる崩れてる。もう戻れないね。よし、オッケー。そしたら向こうですね。あぶな。で、こっちか。はい。で、この、なんかね、樽あるけど、これは爆発していいのかな。爆発して向こうにと違うよね。そんな命がけじゃないよね。一旦向こうにじゃあ飛び移るのかな。行けるか。あ、行けましたね。いや、むずいな、この距離感が難しい。撃っちゃいましょうか。別に意味はないみたいですね。よし、そしたら、あ、じゃあ柱の方かな。柱の方が近いから行けた。で、こっから、はい、これはいけましたね。あ、鍵が奥に見えますね。あっちに行けばいいんだ。ってことはん？どうやって回る？あっちに行きたいから、こっちね。で、回っていけばいいのか。これすごい難しいで、おはい、視点がね、勝手に回っちゃうのがこれまた難しい。はい、鍵まで来ましたね。そしたらこれどうすんだ。あ、これでいいんだ。これ今鍵が下がったけど、これでいいのかな。反応が何もないけど、変わったように思えないけど、なんか変わった。あ、向こうにある、もう一本。だからじゃあ戻っていきますか。戻ってで、え、戻って落ちたらまた最初からなのかな。それは勘弁だな。あぶな。で、あっちか。はい、電気スタンドに乗って、ここまで来たのはいいけど、どうすんの？いや、飛び移れないよね。え、これでどこ？そこ？
オッケー。で、はい、これでいいのか。で、どっちだ、上行けない、あ、後ろ、はいはいはい、これでいいんだ。危なっ。あ、これで来ましたね。はい、2本の鍵が、あの窓に入ればいいのね。オッケー。で、今向かい側に今鎖が見えたから、あの鎖を伝っていくのかな、多分。で、一旦反対側にまた戻りましょう。向かい側の鍵のとこ来て、この横にね、鎖が見えたんですよね。これで行けばいいのかな。あ、ちょっと待って、今反対にも鎖あったぞ。これ無駄足だった。で、あそこの出っ張りでいいのか。あ、これ出っ張りでよかったの。はい、で、よいしょ、オッケー。さあ、行き止まり。あ、だから宝石入りの十字架。なんだろう、どっか窓ガラスとか行けんのかな。あ、バッタ、こんにちは、マーク。マジか、嘘だろ、はあ、おい、サリ。なんだ。ローマンとナバロにお前が流したお宝のデマ覚えてるか。ああ、見ろよ、奴らお宝の上に陣取ってるぞ。ああ、なんてついてねえんだよ。何かあいつらをどけるトリックが必要だ。よし、来た、トリック一丁すぐ用意する。あと、サリ。なんだ。あいつらがどいたら墓所に来てくれ。だが地下墓地を通ってな、その方が安全だ。了解。どうやって傭兵に気づかれずにここを抜けるかな。はい、じゃあ下に降りましょう。これで横か。で、おー、危ない。サリバンが逃げた、チレ探せ。よし、はい、あー、戦闘が行われますね、これでね。スナイパーがありましたね。よし、じゃあ、あれ、意外と敵がいない、いないな。あれ、あ、じゃあ、行っちゃいましょうか。武器があったからね、てっきり、もうここで戦闘があるのかと思ったけど。あ、いますね、そこにね。見つかんなければ、行けるのかな。あ、見つかった。あ、マジかよ。嘘だろ。そして赤いのもいる。これ、やばいね。危な、強いやつ。よーし、うん、あと一人やりましたね。 OK、 これで全員やったかな。はい、じゃあこのさっきね、窓のところから見えたお宝の上行きましょうか。よう。はい。お前なら来られると思った。それで、さやな、手探りで進んでる感じだ。だがここに何かあるはずだ。もうね、先回りして2人は中に来てたんですね。よく敵に見つかんないで来れましたよね。どっからだ。これを見ろ、この印、何かあるぞ。ヘビ
あ、今あった蛇とかあったから、これをこれローマンとナバロも暴れ放題、向き合わせればいいだけか。うん、よしよし。で、そうだね、合ってる。で、ヘビが左向いてたよね。左向き、うん、ここも動かして左向ければいい。これでいいのかな。おい、本当にここでいいのか。オッケーね。はい、じゃあ次、冠はこのままか。オッケー。で、これは、はい、砂時計みたいな、砂時計じゃないか、聖杯、このままか。はい。で、本かな、これは。次、剣。剣じゃない、弓。あ、これ逆かな。こう、矢の方が下向いてるけど上だから上向けましょう。これで OK ですね。じゃあ次、あ、来ました。本業開始。いいよね。ほらよ。どんな感じだ。さあね、行き止まりかも。待って、こっちに通路があるみたいだけど違う。何が。ああ、くそ。何、どうした。サリー、早く戻れ。これは罠だ。サリー、大丈夫か。サリー、無事だ。まだ生きてる。でもケツぶつけちゃったよ。それより図書室へ戻った方がいい。俺たちは別の出口を見つける。これで後戻りはできないな。ええ、無事ね、解けたと思ったけれども罠でなんか閉じ込められちゃいましたね。はい、といったところでね、今回の動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もね、よろしくお願いします。